このすば。雑魚がいっぱい。私が遊んであげるわ。すべてのモンスターを一撃で。的確に急所をついています。無駄のない動きだな。そうかね。それに引き換えカズマさんは。雑魚は任せろ。狙撃。そちらのパーティーは相変わらず貧弱な戦い方をするのね。うるせえ。上級職でもない冒険者が生き抜くには作戦が必要なんだよ。うちのクルセイダーはひたすら硬い筋肉が売りだが、攻撃を全く当てられないんだ。狙撃。筋肉が硬いわけではない。訂正しろ。さらにうちのアークウィザードは頭のおかしい爆裂娘で、一発撃ったらもう何もできない。狙撃。頭のおかしいという2つ名を定着させようとしないでください。訂正を要求します。極めつけはあのダメ神だ。狙撃。あいつのせいで狙撃。余計な苦労。狙撃。またダメ神って言った。撤回してちょうだい。戦力が欲しかったけど、アクア、メグミ、ダクネスは結局役に立ってないし、一人でも大差なかったかしら。新手のモンスターです。大きなネズミね。いや、ハムスターかしら。ここまで大きいと可愛さ通り越して引くわね。あっ、所詮は雑魚だ。俺が片付けて。キャワ、キャワワ。え、あんなキャワユイっ子初めて見るわ。お鼻もピクピクしてて、体毛もモフモフ。触らせて。待て、メリッサ。どのような攻撃をしてくるかわからない。不用意に近づくな。逃げないわ。近づいても逃げないわ。私に懐いてくれそうだわ、この子。うん、モフモフね。こんなキャワユイ子がモンスターなわけないわ。モンスターだから、俺の敵感知にしっかり反応あるから。そうよ、間違いなくモンスターよ。危険だから離れなさい。確かに危険ね。こんなに近くにいたら夢中になるもの。ダメだ、聞く耳持たずか。こうなったら爆裂魔法の出番ですね。メリッサが近すぎて巻き添えを食うだろ。まずはあのハムスター野郎を片付けてメリッサを引き戻す。このハムスターがこれでも食らいやがれ。そげ、やめなさい。この子を倒すなら私を倒してからよ。何モンスターをかばってんだ。どけ。ヒューヒュー。モフッとしてる。モフモフッとしてるわ。おひげがプルプルしてまちゅね。頬ずりしてもいいかしら。いいわよね。だって言ったのに。可愛い見た目をして凶暴、恐ろしいですね。ああ、あんなにカジカジと歯を立てられてちょっと羨ましいな。もう分かっただろう。そいつを倒すぞ。いいな。ダメ、この子を傷つけないで。天神だから。この子は悪くないわ。天神って血が出てるじゃない。ヒールしてあげるからこっち来なさい。ああ、もうさっさと倒すぞ。いやー、私のハムちゃんが。なんでこうなるんだ。さっきまでのクールでド S なメリッサはどこ行ったんだ。このスバ。